皆さん、こんにちは。NFT ゲーマースプランです。 今日はですね、レンディングの罠ということで、それ、ポンジスキームかもしれませんというお話をしていこうかなと思います。レンディング、ポンジスキーム、それぞれの単語も含めて解説していこうと思います。これ、このチャンネルはですね、NFT ゲーム、立ち回り、そして圧倒的知識、これでエンジョイして NFT ゲームを攻略していくチャンネルになっています。まだチャンネル登録されていない方いると思います。ぜひよろしくお願いします。今日はですね、この赤字で書いた知識のところについて見ていこうと思います。はい。で、まずレンディングなんですけど、これはね、仮想通貨を預けて、 で、返却時に利回りをゲットすることなんですね。ビットコインとかイーサ、これを預けて利回りをゲットするんです。例えばこれって定期預金のイメージなんですよね。1ビットコインを預けて1年後に1.02ビットコイン、すなわち0.02ビットコインが利益ですね。利回りとして返ってくる。利息としてくるよってことなんですね。で、これ、 1>, 1ビットコイン預けて0.02帰ってくるので2%じゃないですか。で、ここの利回りの表記っていうのは APR とか APY といったもので書かれているってことがこの仮想通貨の世界ではあります。で、これ APR が単利のことで APY のことが福利のことですね。で、これどちらも年間の単利、年間の福利で書かれていることが多いです。はい、というのでこれ APR で書かれると低いんだけど APY で書かれると非常に数字が大きくなる。そこは一つ知っておいていいところだと思います。はい、で実際に ちょょっと例をね見ていきましょうはい。で、これを見てどう思いますか例えば、これ GMT というトークンと USDC ですね。これアメリカドルにペック。 すなわち、こう、くっつけているやつね。これを LP として組んで実際に預けてみましたよってものですね。これ、ステーキングでもあるんですけど、これ APY が883%ですね。1日あたりに直すと0.7%増えていきますよってことですね。これ0.7%の単利でそれを複利として、こう、どん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 雪だるま式に増やしていくと年間で8倍以上になりますよってことですね。で、ここは、あの、LP トークンっていうね、リクリティプロバイディングトークンっていうのがあります。これ、流動性を提供しているってことなんですけど、これに関して は再生リストのね NFT 技術大学というところがあるのでそこをぜひ見てみてください日本一詳しいインパーマネントロス完全講義というところでここのところはちょっと話してるんですけどまあねこれをやってあげるとまあね8倍になりますよってことこですでこれはまあそうだねっていう感じなんですよでどういうことかというと異常な APY とか APR これが出ているのは DEX であることがほとんどですねあとは LP を組んでいることもほとんどだし DEX は魔界でもあるしだからまあこういうことが起きているよってことですね、まあ、なのでここは まあ d y or do you are リサーチですねでこれはまあ自分自身で調べてまあやってみてくださいねってとこなんですまあそれぐらいデックスはちょっと危ないよねっていうとこなんですよ 一方の CX、中央集権的な取引所だとどうなのかってところですね。これは一種類で預けれることが多いです。これビットコインはビットコインで預ける。イーサリアムはイーサリアムで預けるみたいな感じですね。まあ、実際には、その、例えばね、バイナンスだったら BNB というトークンと合わせて LP で預けるなんてことあるんですけど、まあ、一種類で預けるというケースでちょっと今日は見ていきましょう。で、例えばね、スプランはこんな感じでやっています。これビットバンクという日本のところでやってるんですけど、これ2022年の3月にスプラン一回ね、こうやって預けてるんです。 ですね。その時0.1位差を付けて、年間で1%、まあこの、 利,利子だねからついいてくるよみたいな感じで、やったんでですよねでそうすると、まあ、こんな感じで増えましたよっていう感じになってます。そして、2023年8月ですね、これ0.8%ということで、先月ね、ビットコイン預けた時に、0.8%年間でつきますよっていう感じで、えっとね、書かれていました。で、これがですね、なんと、2023年の9月、今月ですね、見てみると 0. 5、0.5%に変わっていたんですよ。1ヶ月で0.8から0.5へ、0.3も下がっちゃったんですよね。で、これって、うわ、なんか、 ちょっと最悪って思うかもしれないんですけど、これって、ね、意外と普通なところなんですよね。で、これはね、そこをね、ちょっと分かってないというか考えてほしいんですよ。なので今日はそこについてお話していこうかなと思います。で、じゃあ質問ですね。これビットコインが1年間で10%増えますっていうのがあって、 で、それ取引所さんがやっていたら皆さん預けますかってことを考えてほしいんですよ。で、スプランは絶対に預けないですね。それはデックスではないからっていうのも一つだし、あと LP 組んでるとか、そういうインパマネトロスのリスクを含めて、まあ、考えられている割合じゃないからっていうとこなんですよ。で、どういうことかというと、これね、資金の流れを考えてほしいんですよ。スプランはいつも NFT ゲームをするときにタッチ回りが大事とかそういうことを言ってるんですけど、やっぱり資金のそのキャッシュフローですよね。お金の周りがどうなっているのかっていうのを 考えてほしいんです。で、これ CX の運営本体、まあ会社さんが預けてくれたお金を元にして、利回りですね。これは皆さんが実際にゲットする、その利子になります。それプラス、自社の利益ですね。その会社自体の運営本体の利益が出せるかっていうところなんですよ。なので、先ほどね、例えば APY、え、これ APR でもいいね。0.8%だよって言った時には、預けてもらったお金を1%増やして、そのうち0.8%はお金をね、貸してくれた人に返しますよ。残りの0.2% とは自分の会社の取り分にすればいいよねってことになるんですよでこの1%増やすっていうのは意外とできるんですよね 例えば、アメリカ国債にして増やすとかね。例えば、アメリカのね、5年国債だったら、4から5%ぐらい、まあ、実際には、これ、利子出ます。なので、えっと、ここを考えてみると1、1%増やすっていうことは、まあ、硬くはないっていう感じですよね。返します。で、一方の APY10% だったらどうですかってことですね。まあ、仮想通貨より、ちょっと安全的な資産ですね。例えば、アメリカ国債とか、そんなものは無理だよねってことになるんですよ。なので、預けてもらったお金を12%増やして、例えばね、10%返して2、2%を自社に取り分にする。これって結構きついんですよ。 で、しかも、この APY の上のね、0.8%ってところも、まあまあ厳しいと思ってて、なんでかというと、これ仮想通貨の値上がりリスクもあるんですよ。あの、2021年ね、これ、バーンって上がって、2022年とかで暴落してったじゃないですか。で、そこの相場だったらできると思うんですよ。どういうことかというと、例えば0.1ビットコイン預かりました。で、それをもう、 今年は下がっていくから現金に全部変えてしまいますと。で、それは値下がったらビットコインで買い戻しますよっていうふうにやったら、ビットコイン立てで1%とか2%ですね。これを出すってことは可能なんですよね。それを利子として返しますよっていうのができるんですけど、まあここがそういう相場じゃない限りは厳しいよねっていうことなので、先ほどの8月が0.8%で9月、今月が0.5%だよねっていうのが今後は上昇相場だよねっていうことを考えていくと、まあ当然のことだと思うんですよ。 のでまあそういうところは結構信用できるよねってスプランは考えているっていうところですねということなのでぜひね皆さんずっと apr が10%だよとかそういうところを言ってるところっていうのはスプランは個人的には怪しいと思ってるので、もちろんそこは d y or の世界なんですけど一つの知識として知っておくといいんじゃないかなというふうに思いますはいということで本日はに以上になりますはいそんな感じでスプランはですね圧倒的知識稼ぎ方そしてこの業界の裏話そんなところをお話していますすでに230名以上の方に登録いただいているこのスプランの目 が完全に無料で。 お話が届きます。2日に1回ぐらいは届いて圧倒的知識とか裏話とかね、そんなものが届くようになっていますので、ぜひ概要欄の方から登録してあげてください。登録されたい方はぜひ概要欄の方からよろしくお願いします。完全無料で行けますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そんな感じで本日は以上になります。ぜひね、再生リスト、NFT 技術大学というところもぜひ見てみてください。便利になる内容がいっぱいあるので、ぜひぜひ勉強していきましょう。そんな感じで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。